こんにちは、サラです。今回はですね、11月のお気に入りコスメを紹介していきたいと思います。はい、そしてご覧の通り髪の毛が一晩にして生えました。エクステによって生やしてみました。なんか私もさ、いきなり生えたからさ、なんか違和感がすごい。でも絶対ロング期間の方が長かったのに、こんなにも人のイメージって変わるんだなって痛感しました。だからもし今イメチェンをためらってる方は、もうイメチェンしちゃえば1ヶ月後にはもうそれがもうあなたですよねって、もう定着しちゃうので思い切っていっちゃいましょう。はい、そしたら紹介していきたいと思います。はい、まずこちらビセのコンシーリングベース SPF25PA3+ こちらです。これはチップタイプのコンシーリングベースだから、下地も兼ね備えてるけどめっちゃカバーしてくれるよっていう商品ですね。なのでちょっとメイクだるいわっていう、軽くメイク済ませたい日はこれを気になる部分だけにこう塗って、わーって伸ばして粉はたいて出ちゃおうみたいな風に使えるものなんですけど、結構たっぷり入ってて、しかもカバー力も高くムラにならずめちゃめちゃ便利なんですよ。普段しっかりメイクするよっていう人はオフの日、普段あんまりメイクしないよっていう日には、まあ、仕事行く日とか、すごくね、時短で綺麗に仕上がります。で、持ち歩きにも便利で、ちょっとなんかハゲてきたなーとかなったらちょっと足してカバーしたりとか、旅行にも使えます。はい、そして次こちらボフレドールスマイルアップチークス S04。 こちらは06番ラベンダーピンクもすごく気に入って使ってるんですけど、なんか他の色も買ってみようと思って、ちょっと血色感のあるベージュっぽい色を買おうと思って買ったのが、じゃあ04番レッドベージュですね。で、このスマイルアップチークス自体がブラシめちゃ使いやすくて、あとなんか粉がなんかすっごくね、柔らかくて、乾燥してる肌でもすごいピタって密着するんですよ。で、カラー展開もなんか大人が使いやすいカラーばっかりでめちゃめちゃいい。で、あと最近ね、限定で毛穴をカバーしつつも血色感をアップしてくれるこれです。これが12月に数量限定で発売されるらしく、このね、カラーラインナップも3色あるんですけど、1番と3番欲しいなって私は思っている。で、毛穴をカバーしつつ血色感は置いていくっていう正式名称ありました。スマイルアップチークス S かっこマジカルフラット数量限定12月1日発売らしいので、ぜひ気になった方はそちらもチェックしてみてください。そしたら次こちらです。ケイトのリアルアイズプロデューサーアイボリーっていう、こっちに白っぽいベージュのペンシルライナーがついてて、こっちにピンクの斜めカット芯のペンシルライナーがついてて、これで何をするかと言いますと、こっちの白い方のペンでこの白目を増やせるっていうね、白目の面積を増やして見せる効果と、こっちのピンクの方を使って目の粘膜はここですよって見せるっていう素晴らしい発想のアイライナーなんですよ。ちょっと目充血してる、ごめんなさい。はい、こんな感じです。これはちょっと発想が素晴らしすぎて最近よく使ってます。詳しくはね、今度レビューしたいと思っております。はい、そして次こちらです。エクセルドレープドシマーグロー DS01 DS02 です。こっちが01、ピンクの方、こっちのベージュが02です。で、今までさ、エクセルのハイライトってなんかギラギララメの C3PO みたいなハイライトしかなかったんですけど、ついに出ました。これが01、これが02。はい、こんな感じです。私的には02が好きです。エクセルからついにこんなニュアンスなハイライトが出るなんて感動でございます。で、粉質もすごく柔らかくて透け感があってすごい綺麗です。で、あとブラシもついてて、これもすごくクオリティが高い。私の髪の毛と全く同じ色じゃない？すごい、エクステみたい。
超ぴったりで怖っ。はい、そしたら01から使っていきます。次02使います。はい、こんな感じです。ベージュの方が自然に見えるんですけど、実はベージュの方がツヤ感がちょっと強めです。なので自然派、ナチュラルなのが好きな方はピンクの方がいいかもしれない。はい、そして次こちらです。ビセのパノラマデザインアイパレット BR1 番ベージュブラウンです。ふにふにの柔らかいハイライトカラーもついてて、あとラメもあるし、ニュートラルなシマーなブラウンとマットなブラウン、そして締め色のマットなブラウンがついてて、めちゃめちゃ使いやすいんですよ。で、今日もこちらのアイシャドウを使ってます。で、こちらは全色レビューしているので、ぜひ、パノラマデザインアイパレット全色レビュー見てみてください。はい、そして最後こちらです。カラーローズっていうブランドのメイクパレットなんですけど、これがねめちゃめちゃ可愛いんですよ。じゃーん、もう乙女の夢を詰め込みましたっていう、こちらカラー展開が3色ありまして、1085番です。で、こちら税込み3000円、私が買ったのはジュメイっていう JUMEI っていう通販サイトで購入しました。キラキラのラメも入ってるし、マットカラーも入ってるし、これがハイライトでチークまで揃っちゃってます。で、これよくね聞かれるんですけど、このつぶつぶのこちらがですね、透明なグロスの中になんかパールの粒が入ってて、見えるかな、ちょっとドアップにするので、つぶつぶキモいって人は飛ばしてください。こんな感じ、ハイライトカラーの粒が埋まってて、ちょっとずつねこのパールが潰れて、わかるかな、このキラキラ感、多分ね、もうちょっと使っていったらこのキラキラがどんどん増していくと思う。これでまぶたにツヤを出したりとか、あとベースとしても使うことができます。はい、腕に塗るとこんな感じです。マットカラーもいろいろ入ってて日常使いしやすいし、キラキララメもめちゃくちゃ可愛い。で、あとこれがねハイライトなんですけど、すごくねラベンダーカラーですごい透明感が出ます。で、チークカラーはこちら、ちょっとくすみ系で、これも可愛い。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ぜひ気になるものがあったらチェックしてみてください。チャンネル登録と Twitter とインスタとオリジナルコスメブランドミラジムもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。